こんにちは、くにおです。今日は、金曜日なんですけども、3月27日金曜日なんですけども、コメント返信をして、この動画の後に、ちょっとイベントお誘い動画みたいな形のものも制作してっていうふうに考えております。コメント返し動画は毎度ですけれども、比較的ラジオ的なテンション、まあ、時代背景、ハローの様々な物語なんての織り込みながら回答していく、そんな風になっておりますので、お付き合いいただいても楽しめるように努力していきます。もし気に入らない部分って言ったら変ですけど、気になる部分がありましたらコメント欄などどんどん書いていってください。嬉しくて楽しみにしています。じゃあ進めてまいります。このハロプロ DJ イベントについて意見してますというサムネのタイトルの動画に書いてくれたんですが、多分これ他の動画へのコメントをここに書いてくれたような気がします。騎馬警護隊さん、いつもね書いてくれている方ですね。ありがとうございます。動画見ましたよ、ありがとうございます。あとは船木結ぶを見送るんですよね。この子はハロプロ内でもトップクラスの才能ある子だと。あとはまたこの辺にしておきます。ね、これ多分どれに言ったのかな。卒業のコンサートの延期とかのに多分回答したかったんでしょうね。船木も見送る日程ね、6月で出ましたけど、つか続々ね、次々じゃないですけど、5月6月になってますけど、そんなに明るくないっすよ。つう感じ今。どうすんだろうね、そういうの。どうしていくのかななんていうのを考えたり見たりしながらの日々でございます。まあこれは本当に流れだけでもどこまで行っていいか分かんないんだけど、今日イエローモンキーがね、東京ドームがすごくずっと時間かけて考えたんでしょう。でも1週間ちょっと前にして延期を決めましたね。せっかく触れたんでこの話をしときましょう。東京ドームクラスって、もう1年ぐらい前に抑えないと日程ないんですよ。で、1年前でも野球シーズンじゃないですか、4月って。もうこれ来年のだってほぼほぼ決まってきてて、で、5万人ぐらい入れようと思えば入れちゃえる箱って他がもうないんですよね。国立競技場、新国立ができるって話もあるかもしれないけど、それだって来年オリンピックで使うわけでしょ？これ調整大変っすよ。本当にそう思う。で、ハローの場合は、なぜ切り替えたところが7月のライブハウスとかにもなってたはずなんだけど、あれは7月は7月でやるつもりだったわけだから。もう8月もだし、やるつもりだったところだ。だから痛いんですよ。まあ、この話はまた改めてしましょう。ありがとうございます。じゃあ、この動画の次のやついきますか。じゃあまさにハロプロ関連コメントへのレス動画ですに書いてくれた。おお、これもいつも切ってない。ごめんね。方々にお返しいたします。じゃあ風大左衛門さん。もうレギュラークラスですね、風大左衛門さんね。コメント返しありがとうございます。レイレイはジャパンジャムの舞台に立ってほしいので、モームスまたはアンジュルムに加入してほしいです。どちらのグループ加入でも嬉しいです。まあ、じゃあ他ならばね、ジャパンジャム出れないのかってそうでもないだろうけど、去年よく言ってたのは、まあ、水面下でもう来年拳がね、フェス行かなきゃダメだろうみたいなこと言ってたんですが、まあ、こういう結果ですからね。でも俺流れ的には美を打ち出す雰囲気ビシビシ感じてますけどね。ちょっと美を異例ですよ。あと、古物場で失敗とは言わないけど、古物場で、こうやらよかったなっていうところを美容だと変えてきてる。それはまあ、近々の、タイトル忘れたけど、テレビ出演とかの、モーニング娘。とラインナップ並んでみたいな、あそこだよね。キュートで、やりきれなかったこと。キュート、あともう1年あればやれたことだったと思うけど、それと、まあ、ジュースはちょっとね、ジュースで試してっていうところがありますから、それとはまた違うんだけど、美容は、俺いろんな、まあジュースも入れていいか、
いろんなグループで成し得なかったことをやろうとしてる、そんな気してます。まあ、それもちょっとまた美容で語るときにお届けします。ありがとうございます。ね。あ、じゃあこれちょっとレイレイの話ごめん、飛ばすとこあった。レイレイね、あの前の動画でも、前つかどのぐらい前のだったか忘れちゃったけど、俺ね、椿入りの線見えたっていう瞬がひなフェスとタイニータイニー見ててあったって言ったんですけど、それね、あのもう一つ線があって、やっぱりね、トレーニーメンバーが、やっぱりリサマルが残っているってとこ、チラッチラッチラッとね、なんか感じるのが今年伏線多いんすよね。考えすぎかね。でも全然ファンからしてみたら、今もう腹5割以上アンジュなんですよ。なんかアンジュのレイレイでいいかなってなんか思っちゃうね。あ、これはもう私が余計なことをこれ以上言いません。もしおのずと来週には答え出てるでしょ。ジュースでも面白いけどね。いや、この1週間最高じゃないですか、この話できて。ね、でもジャパンジャムの舞台ね、どのグループでも立てます。ただ枠があるんでしょ。長引いてすいません。じゃあ、ありがとうございました。続いて、上村銀次郎さん、上村銀次郎さん2回目かな、コメントありがコメ編ありがとうございます。ひなフェス楽しかったです。また来ますね。あ、来てもらったね、そういえばね、うちのパーティーね。ありがとうございます。いつでも。レイレイどこ行くの？問題は一番気になるのはレイレイ自身がどこに行きたいかが興味ありますね。まあ本人に聞かないとわからないことですが、点点点を笑いと。レイレイどこ行きたいかだといいとこついてますね。俺だから椿なんじゃないかなと思ったのよ。これね、アンジュだと助っ人なのよ。で、椿だとそのベリキュー的な、なんかね、物語はね続くのよ。いやー、どうなるでしょう、なんて思ってます。ちょっと答えになってるかどうか分かりませんけど、そんな感じです。じゃあ続いて、アンドピースラブさんですね。あ、自分のコメに返信いただけると思っていなかったのでびっくり、嬉しかったです。そして関係ないけど、後ろのタケちゃんの写真めっちゃ可愛い、ハートかっこ欲しいです。あ、そっか、これ用意しとけばよかったね。でもあの辺に大量にあの写真積み上げてるんですけど、あれバースデーの、去年のタケバースデーの時の一番でかい、このサイズのね、このトモコサイズの写真ですね。確かに可愛いね。いい女系タケみたいな。なんか昔はちょっとそれが背伸びして匂わない感じに見えてたんだけど、最近いいっすよね。竹いいっすね。まあそう、そんな話ですね。はい、ます。じゃあもう一個今日は動画編として、ひとまずこれ終わろうかな。あ、ジュースジュースエムラーカリー動画ね、これあの衝動で撮ったのでちょっとまとまりきってない感じですいませんでしたけど、その熱さが伝わってるっていうやつでした。また気が木場敬語隊さんね、動画上げるの早いですね。そう、2本上げた。 JJ は直近のお台場のイベントに行かせてもらいましたよ。関係ないのかな。外国人も立ち止まって見ていましたね。やっぱり歌唱力に圧倒されたように見えましたよみたいなね。うん、お台場ね、あそこ外人多いね、確かに。最後か、それはもう今から3週間以上前かね。ジュースさ、あのかりん卒業以外になんかトピックがないですよね、今タイミングが。まあ、裏地はあるっちゃあるけど、でそうするとね、なんかもうなんつーの、もう一段本当は仕掛け、夏場ぐらい仕掛けたかったはずなんだけど、これくじかれてんのよ。でかりんの卒業すらも、無観客なのか延期できるやつなのかって言ったら多分延期しないんですよね。
まあ、その話じゃないか、歌唱力の話か、うん、いやその最近そういうなんか詰将棋じゃないけど、この最後の詰将棋って答えからの逆算っていうのもできるんだけど、詰めていくんじゃなくてね、なんかその僕将棋やるんだけどさ逆のやつっていうことなの今のって、今最近その夏ぐらいのハロアとか工業を見てるとね、この結果だったらこういう逆みたいな、何歩前が今みたいな、ちょっと違う話になっちゃうね。歌唱力に圧倒された、そこに行こう。外人が泊まって見ていた件と歌唱力に圧倒されたところに行こう。外国人はね、日本人が何やってるのも全部好きなの。あの女の子集まってやってるのも好きだし、男の子集まってやってるのも好きだし、あのゆるキャラが集まってるのも好きだし、あのほぼほぼ日本にあるもの全部好きです。だから あの方々楽しいでしょうね。僕もこの週もいっぱい知人連中来てるからね、よく遊んでますよ、うちで明日も飲み会やろうなんて言ってんの。あ、それ撮り直して告知動画出しますから、皆さん参加可能ですか。あの窓開けてやります密閉空間じゃない感じで、アルコールで消毒して、じゃ今のあの違う感じで消毒してで、やりゃ家でも同じなんだから、家でやんだからいいんじゃねえかっていうことでね、そんな感じです。で、外人はそういうの好きと。で、歌唱力ね、これはウェンブランの歌唱力の時にあの伝えきれなかったこと、補足でもう一個あると、ウェンブラ自身の歌声って、本人が気づいてないところで鳴ってるっていうところね、鳴りのことをなんか俺もっと丁寧に言えばよかったんだけどね、本人が気づかないところで鳴ってるから彼女の音感がいいっていうことを言いたかった。コントロールできてないのにストライクゾーン行ってるみたいなさなんか違うかな、なんかキャッチャーのサインとか見なくてもキャッチャーがそこ投げてくれてるとか、あ、来てんなみたいな、結局野球の例えだけど、まあそういう感じ、うん、ありがとうございます。じゃあまあまあ今日は、こんな感じでいいかね。じゃああとまあさっきお届けねしていたんだけど、飲み会の告知動画で、ね、あの拳の解散公演と同時に上げようと思ってたんだけど、まあこれ見た人二度手間にならないように最後さらっとさらっと伝えておくと、あの明日多分夜のこの8時ぐらいからなと思うけどね、ちょっとうちで飲もうかというふうにしてます。うさぎの羊ルールいつも通りなんで、あのその辺は貼っときます。じゃあそれはまあ夜朝までいるって人はいてもいいけど、まあ夜で解散でいいと思ってます。で拳の時は5時半、17時半からうち集まって OK で、18時半からまあ必要なもん見てこうよという感じですよ。まああまりね、あの悲観的にならないでいかなきゃいけないんだけど、このニュースがね、毎日見てるともう大げさって言って、これどうなのか分かんないけど、それを言うことによってあのより落ちるやつと、そんなこと知ってるからそこじゃなくてもうちょっと前向きな元気なやつっていうのを報道していくことによって現状維持もしくはちょっと上がるやつとって考えたら、俺後者やった方がいいと思うけど、なんかメディアとか報道ってね、もう今始まったことじゃないけど何なんでしょうねってことですということです。なのでまあ毎回ですけど、もう皆さん自身のなんていうの、自身が多幸なことを優先で、それ以外のことというのはご自身の判断というの、今まで生きてきた自分の判断が割と正解だったりする、そこにあの自信を持ってやっていきましょう。でひとまず、3月27日の、金曜日の夜はひとまずこれで、後ほどお会いできる方は後ほどということにしましょう。またね。